こんばんは。お疲れ様です。あ、てるてるさんありがとうございます。公演楽しかったよ。よかった。嬉しい。みんな楽しかったです。お、握手会も来てくれる。嬉しい。待ってます。公演ありがとうございました。久しぶりのただいま恋愛中公演だったんですけど、すごく楽しかったです。センター2列目でピンク水色振っちゃいました。嬉しい。ありがとう。多分ね、わかる。今ね、あそこら辺かなって予想ついてる。ヤオジさん、ありがとうございます。ちち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 。ありがとう。お立ち台だったけど楽しかった。ありがとう。あそこかな、後ろのところ。はじめまして、はじめまして。そう、最近はね、最近、うん、まだ僕隊も言うて3回くらいしか。あ、待って、ヤマピョンさんありがとう。3回しか出たことないんですけど、そう、僕隊いっぱいやってたから、研究生公演が久しぶりな感じがして楽しかったです。楽しかったね。皆さんもなんか久しぶりだったんじゃないかなと思う。もし私、あ、え、パンチョさんかな、ありがとう。ハッピーホリデーズ、ありがとう。プレゼントもらった、やった。ありがとう。YS さん、ありがとう。ちち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 。皆さんも多分、ただいま恋愛中、久しぶりに見たんじゃないかな。あ、マスさん、タワーありがとう。売れたわ。ありがとう。楽しかった、公演。あ、すごい。ヒュッヒュッ。アイソレできた。楽しかったです。公演ありがとう。タワーもありがとう。僕隊、そうなんです、27日の僕の太陽公演も決まっているので、初めて研究生ので一緒に出演できる。あずちゃんと一緒なんですけど、今までは一人でしか出たことがなくて、研究生、同じエリちゃんとかチーム B 覚えてたりとか、チーム K はマサちゃんが覚えてたりとか、僕隊愛ちゃんとマサちゃんが覚えてるし、あずちゃんも覚えてたけど、今まで一緒に出たことはなかったんですよ。だから楽しみ。嬉しい。初めて研究生同士で一緒に出れます。僕隊で気になって今日の声入って23日おしましししました。え、好きになってもらえたってことですか、それは。嬉しいです。気になってもらえただけでも楽しみに待ってます。私今日、今年何回出たんだろう。まだ100回はいけない、やっぱ100回は無理だったけど、今年中に劇場公演100回はいけなかったけど、でもね、結構たくさん出れたんじゃないかなって思います。浮かれてて草、でもそりゃね、気になってもらえたらさ、嬉しいよ、浮かれるよ。80回中盤、え、今日から毎日出ても無理か、もう無理か。もう無理か。もう80回言ってない、68回。受験終わったら絶対劇場来ます、待ってるよ。ちなみにみゆのペンライトは水色とピンクだよ。トップ5に入ってる？出演数？マジ？嬉しい。4位？わあ、3位は無理だったか。地震。こいちゃん地震来てる？来てるかな。
見えには感じなかった。りょうぽんさんありがとうございます。逃げ遅れるタイプだ。みーがこうやって揺らしたからな多分。そうじゃなくて、ゆいりさんと一緒ぐらいの出演回数。嬉しいです、嬉しい。嬉しいね。頑張ります、今年、来年も頑張ります。来年どれくらい出られるかな、いっぱい出たいな、週に1回は絶対出たいな。無理かな。そう、元旦から公演出れるので嬉しい。選抜になったら少なくなるかも。いや、そんなことない。選抜も活動ももちろん頑張るし、でも公演も出る。だって毎日選抜の活動があるわけじゃないでしょ。確かに今よりは忙しくなったらありがたいなって思うけど、もしその日が休みなら私は公園に出たいです。そうだよ、ゆいりーさんは選抜のメンバーだけど公園たくさん出ている。キラキラ星さんありがとうございます。チチ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 ありがとう。ネモンスは見てくれましたか。もうこんなにたくさん話したのにまだ8分だった。いっぱいお話ししちゃった序盤で。ネモンス見てくれましたか。みんな公演見てたかな、どうだろう。けんけんさんありがとう。ちち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 ありがとう。ちちちちち、怖かった。みゆみゆ怖かった。そうだね、見てない方多いと思うからネタバレになったらいけないからさ、あんまり言えないか、まだ言えないんですけど、怖かった。でもバラエティーなのでね、そうなんです、バラエティーなので結構、うん、バラエティーっていう感じで見てくれたら嬉しい。センブロと地裁上手の方、お、ありがとうございます、嬉しい。また来てくださいね。こひちゃんとのやりとり、あれか、おバカのやつか。こひちゃんとのやりとりを、今日のさ告知のさ写真めっちゃ良くないですか、ポニーテール。結構私漏れた方だなって思ったんですけど、どうですか、自分で言うやつ。ポニーテール良くないですか。まあ、札幌ファミ楽しかったよ、ありがとう。こちらこそありがとう。いつも可愛い？ポニーテール普段しないからね。全然雰囲気変わったでしょ。ようじさんありがとうございます。ちち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 ありがとう。TikTok、 そう、札幌ファミで撮った TikTok も良いでしょ、あれ。
ポニーテールです。なんか昇格できたさ、昇格したさ、一番最初のさ公演とかなんかお仕事何やろうかなって考えてる。いつか昇格早くできる楽しみが増えるようにそういうの考えたりしてます。TikTok かわいいでしょ。カメツイン？いける？抹茶パフェも美味しいから食べてね。え？食べるね。甘い抹茶かな。甘い抹茶だったらいいな。ね、髪型ね、女の子って本当にすごい変わると思うからさ、楽しみに待ってて。私も頑張ります。どこでバチバチしてもコキちゃんと同じお家に帰ってる。そうよ、仲良くご帰宅したんだから一緒に帰宅よ。見て、最近買ったお菓子紹介するね。氷飴グミーンキャンディーの、これ前ソーダ味だったんだけど、ぶどう味が出てたから買ってみた。1個食べたんだけど、2個食べたけど美味しかった。これのシリーズ結構好きです。クレープも美味しかった。食パンさん、ありがとうございます。生グミ、これのね、桃は食べたことあるんですけど、今日ね、なんかマンゴーが出てて買っちゃいました。私さ、ちょっとさ、そろそろちょっと太ってきたかなって思って痩せようって思ったのに、気づいたらお菓子を手に取っていた無理かもしれない、痩せられない。でれん、うわ、上手に、あ、上手に開けれた。こういうの上手に開けれるとさ、いいね。最近はあのね、むくみが取れないんですよね。なんか動いてるんだけど、動いてる分あんま、なんか寝ないとむくみって取れないじゃないですか。でもあんま睡眠取れてないから、むくみがすごくて、ちゃんと寝ないとなって思いました。マジ、あのね、一公演出た時で本当に足がめっちゃきついんですよね。最近痩せすぎ？え？絶対そんなことない。まあ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 、自分で分かってるので大丈夫です。気づいてない時は言ってほしいけど、気づいてるんで言わないでください。食事と睡眠、食事はね、そういっぱい取ってるんだよね。睡眠不足すぐ体調、まあでも不足ってほとんど不足でもないけど、トランソニックさん、ありがとうございます。ジジ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 、あ、クソジジ、ありがとう。タコありがとう。あとなんだ、なんかあった話したいこと、あ、そうそう、大丸さんのグッズ見てくれましたか？大丸さんの1月販売する AKB の衣装の生地を使ったグッズが販売されるんですけど、
めっちゃ可愛くないですか。あ、ヤマピョンさんありがとう。あれ可愛いでしょ。私もめっちゃ欲しいなって思って、すごい買いに行きたいなって思ってます。クソジジイありがとう。ミユの着た、ミユが着た生地と一緒であるけど、私は着てないです、あの生地。私が着た衣装の生地っていう。ひたのりさんありがとうございます。ちち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 ちありがとう。仕事着で大丸行ったらダメかな。え、いいでしょ別に、そんなんね自由だよ。クリーピーさんありがとうございます。ヨイチさん、黒猫タウンさんありがとうございます。私もポーチ欲しいです。ポーチ欲しいなと思ってる。可愛いよねポーチってさ、すごい使えるからさ。みずみんの衣装、あれ私の衣装ないですよ、だってあの生地。私は先輩の衣装をお借りして着てただけだから、私の衣装ではないです。生写真もさすごい可愛かった、コラボ生写真なんだけどすごい可愛かったからさ、ぜひチェックしてね。そう、最強ツインテールの衣装でした。おささんありがとう。写真めっちゃいいでしょ。写真マジでマジでよかった、マジで可愛い写真。すごい可愛い生写真でした。ポーチ欲しいな、ポーチ買いに行こう。ポーチ買ったら、私は前回の大丸さんのコラボのやつで衣装アクリルキーホルダーみたいなやつあったじゃないですか、あれ2個買ったんですよ。大声ダイヤモンドとラブラドールレトリバーの衣装買ったので、その衣装生地のポーチにその2つつけたらもう AKB セット、 AKB 尽くしのポーチが完成するから、いいなって思って。どんどん増えてたらいいな、 AKB のグッズとか可愛いグッズがたくさん欲しいですね。大声ダイヤモンドはね、やっぱり私が一番初めに覚えた曲だったので買えますよね。ラブラドールレトリーバーのさ衣装はいつか絶対着てみたい。あの白のやつ、グッズ置き場、グッズ置き場っていうかグッズ収納、収納してます。グッズは置いてはいないけど、あのねボックスに綺麗に入れてるよ。ちゃんと綺麗に入れてる、本当に綺麗に。でちゃんと蓋付きだからちゃんと綺麗に保管できる。17期のグッズももう少しで私のが販売開始、販売はされてるかも、販売はされて、販売っていうか9時で私の出るようにはなってるけど、撮影会チャンスがもう少しで始まるのでもう少しお待ちください。あと3日くらいかな。
手会のお支払い完了しております。お、ありがとう。そう、握手会のお支払い忘れたら危険なので、忘れていた方がいたら今すぐよろしくお願いします。あくび出ちゃった。ママミンはグッズは、そう、生写真とか買ってくれてたんだけど全然切りなくなるからいいよって今は言ってます。いいんだよ、欲しいんだよって言われたけどね。でもだって劇場公演のやつまで買ってたんだよやばかった。 No No 危険危険ね。お母さん、お母さんと今度また北海道帰るとき、お母さんにたくさんグッズ渡せるから。私がさ、自分のグッズ自分で持ってたのあんまり使わないからさ、お母さんに渡そうって思っていっぱい持って帰ります。ほぼほぼ初めましてだけど握手会行きます。お、待ってます。名前言ってくれたら、あって顔と一致すると思います支払い画像のツイートもう一回宣伝してきます。ありがとう。そう、お話し会のね、宣伝画像とかお支払い画像とかすごい助かってます。可愛いのとか作ってくれたり、見やすいの作ってくれたり、本当にね助かります。ありがとう嬉しい。実家にいっぱい飾られてる。うん、いっぱい写真とかいっぱい置いてある握手会楽しみだね。高齢になってきた。ありがとう。カッコ、みずみの握手しか行かないです。カッコついてる、カッコ待ってますね。嬉しい、握手会待ってるね。楽しみに待ってます。釣られたい？え？私萌え台詞とかは言えないですよ。でも絶対に楽しい時間になってもらえるようにお話し会にします。78分行くよ、待ってます。クリスマスだね。そう、サイン会もおすすめ。サイン会本当にねおすすめです。小さい？私身長が、私そう157しかないんですよ。でもお話し会の時ヒール履いてるからな、162くらいは絶対ありそう。ね、本当に萌えゼリフ本当に苦手なんですよ私。何に対してみんなが燃えるのか分かんない。私分かんない、知らないもんだって。自分さ、これって可愛いみたいな、わかんないじゃん。わかんないからさ、わかんないんですよ、萌え台詞。何が可愛いとかわかんない。だから萌え台詞苦手なんだよな。
りたくない、もうやれないように、全部の勝負は必死にやる、必死に頑張ります。フリーズすることあるんだけど、そんな人でも大丈夫？え、逆に私がたくさん話しかけちゃうけど大丈夫かな結構私話しかけちゃうタイプです。話したいことあるのに時間足りなくなったらすいません。握手会でマイセリフも問えたら怒る？怒んないけど、やらないよやらない、わかんない、気分ではやるかもしれない、やらないよ、多分できない、できないんです。いや、わかんない、気分が良かったら、気分が良かったらってかあの気分でやるかもしれない、そういう気分だったらやるかもしれない呼び捨てにしてほしいって方めっちゃ多いね、多いです。愛してるゲーム、いいんやろ、いいよ、負けて負けてください、負けてくれ、負けて、あ、なんかすごいタワーが来た、クリスマスツリーだ、ありがとうマスター、ありがとう。タワーありがとうございます。寒い、今日はね半袖じゃないんだよ、この中半袖だけど。けんけんさん、ありがとう、ちち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 ありがとう。冬マジでこのここら辺に手入れがち、袖からこのここら辺に手入れがち、寒い。水島家では毎年クリスマスツリーとか出してたよ、出してました、出してました。今季まだく皮切りセットね、確かに見せてないわ、毎日しなくなっちゃったから、ショールームそうなんだよね、そうだよ、ムーアムーア読み方合ってるかな、ここのブランドのね、そうトレーナーとかすごい可愛いんだよね、まあこれしか持ってないんですが、欲しいなって思うけど高いから買えない。そう、韓国のやつです。この色かわいいよね、ブルー好きだから。でももうこれいつ買ったやつなんだろう、でも綺麗なんだよ、まだ綺麗だからまだ着てるけどさ、これいつ買ったっけ、高3とかで買った気がするから結構着てる。黒猫とアンロさん、ありがとうございます。めっちゃ免許取りに行くときめっちゃお世話になりました。これ免許取りに行くときってさ、なんか動きやすい格好っていうか、別になんかそんなおしゃれとかしないじゃん、ズボンじゃないとダメだし、まあ、ズボンじゃないとダメってことはないんだけど、まあ、ズボンの方がいいかなと思って。ズボンに合わせやすい、なんかめっちゃラフな格好で免許行ってた、懐かしい。免許取りに行くの楽しかったな、お友達とさ一緒に毎日行ってたな、楽しかったな、戻りたいな、あの子。
何ヶ月で取れた、私は高校卒業してから取ったからめっちゃすぐ取った。1ヶ月半2ヶ月くらいかな。え、そんな早い、そんな早くない、いやでもそれぐらいか、3ヶ月え、わかんない、でもそれぐらいです。水島タクシー命の危険がありますが、いいですかそれで。ファンミーティングお疲れ様です、ありがとう。北海道の自動車学校真冬でもやってる、私は冬に取りに行きました、冬に取りに行きました、だから冬の冬の運転はできるけど、私夜の運転が苦手、光に目が弱いからさ苦手なんですよね。前から車が来た時の光とかが苦手だったり、あと暗い道もう全然見えなくて苦手です。運転怖いからしないでって言われちゃいそう、苦手ですね。雪の中教室するのか、そう、私さ初めての路上運転の日ね、猛吹雪だったの、めっちゃ怖かった、めっちゃもうなんで今日なのって思ってた、めっちゃ怖かった、初めての路上運転、猛吹雪で前ほぼ見えないみたいな、怖いでしょ、すっごい怖かった。でもまあそれで鍛えられるから逆に良かったのかな。普段カチューシャ、次のお話し会、オンラインお話し会とかでカチューシャとかベレー帽とかやろうかなって思ってます。そう、私雨女雪女だからさ、だいたい私あの運転するとき天気良かったことあんまないかもしれない。でも運転できない、もう怖い。重列駐車、駐車とか絶対できない、免許取った日に行ったんだっけな、なんか車運転したんですよ、お母さんとドライブみたいに行って駐車するよってなった時は頭から突っ込みました。駐車頭から行きました、出る時も大変だったわ。オートマ限定マニュアルなんですよね、私は意外とマニュアルなんです。でももう無理だけど、クラッチとかできない、ハンクラとか絶対わかんない、覚えてない、もう無理、絶対絶対にできない。クラッチ踏めるのね、できてたんですよ、免許取れたからね、取れてたってことはできてたんですよ、まさかのマニュアル、そうマニュアルなんですよね。もともと AKB さ受かる、まあ、受けてはいたけど受からなかった時はそのマニュアルを使う関係のね仕事に就こうかなと思ってた、専門学校がそっち系だったからマニュアル車で取ったんですけど使わなかったね。アイドルは使わないね。一応免許見せてほしい、ダメ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 、見せるな見せるな、私信じてほしいよ、見せたいけど見せられません。住所書いてるからね、危険ですわ。そうです、救急救命士さんになるための学校に行こうと思ってて、受かってて、そう受かってたんですけど、もう7月ぐらいに受験は合格してて、受験っていうかあれだけどね、専門学校だったからあれなんですけど、受験じゃなくて面接みたいな感じだったけど、免許の写真かわけ撮れないよ、なんかそう免許の写真を撮るときに
なんかお母さんが職場の人に聞いたんだけど、白い服で行ったら漏れるらしいよみたいに言われて、そうなんだと思って白いニットを着てたの。白いあのニットを着てたら白飛びしちゃって、なんかもうすごいすごいオカメナットみたいになった。しかもその頃さ、私メイクとかも AKB 入ってからするようになって、もうしてはいたけど、リップとか、まあ、アイシャドウくらいはしてたけど、それ以外はやってなかったから、めちゃくちゃおぶちゃんです。おぶちゃん、おぶちゃんです。免許の写真、本当に早く本当に早く撮り直したい、早く更新したい、早く更新させてくれって感じなんだけど。めっちゃ白飛びしたので、あの白いお洋服はおすすめしません。おすすめします。黒の方がいいのかな。でも黒も白飛びするよね。何色がいいんだ。漏れる方法教えてほしいな。しかもなんかすっごいさ早いよね、あれ。待って、まださ顔の準備できてないのに撮られるからさ、なんかすごい顔で撮られてたわ。こっちがさ、はいお願いしますって言うまでちょっと待っててほしいよね。白かベージュを選びましょう。白選んだんだけどな。白選んだはずなんだけど。写真の持ち込みもできるよね。でも自分で撮りに行くのめんどくさいんだよなっていうね。よくない、よくないよね、本当にね。こういうめんどくさがりなところがある。失礼いたしました。壁写真持ってっちゃ無理なの。絶対に無理ね。絶対無理だよね。これ使ってください。プリクラとかになんないかな、免許の写真。絶対なるわけない、本人確認できないもんね。あくびが止まらない。酸素薄いのかな。じゃあそもそも目が本当に開かなくて、私今日めっちゃ目が赤い。目がちっちゃいんですよね。お眠？うん、ちょっとだけ。ちょっとだけ。でも今日はぐっすり眠れそう。みんなとお話しして楽しい気持ちになりながらお眠できそうです。寝落ちだけはしないように気をつけなきゃいけない。子守歌当たってあげますね。え、目がこんなになります。メイク落とします。最近乾燥やばくないですか。冬の乾燥やばすぎてさ、困ってる今すごい。前日にパックして寝たはずなのに朝起きたらパキパキみたいな。マジで乾燥がやばい。ねえ、そう、私もメイクさんにさ、すごい電気持ってるねって言われて、で、あの高校の時のお友達にはもう電気女って言われてた。高校の時冬になるとさ、私に触れてくれなかったの。あんたからいつも静電気来るから、もう触らない、
冬は触らないことにしたって言われてた。すごいんです私の髪の毛、すぐ手もそうだけど本当にねすぐ電気を放つ。今日もさっき手洗おうと思ってこう水道のねあの出そうと思ったんですよ、お水をバチッてきた。みずみんのともきさんかな、ありがとうございます。そう私はね電気タイプです。でも水だから水タイプでもある。オールマイティーなんじゃない。電気タイプだけど水属性。電気うなぎ、うなぎじゃないよ。電気みゆ、電みゆ。電みゆ。でも私火は吹けないや。まだ火の特訓できてない。火の特訓したら本当にオールマイティになるさ。火吹けるようになりたいな。はーっ ってしたら火吹けるようになったらもう完璧、もう何来ても私の勝ちですだって水が来たら火吹けばいいでしょ。で電気が来たら、電気って何に勝てるんだ。電気が来たら燃やせばいいのか。火、全部やっぱり火、火が強いんだ一番。だって電気に水つ水やったら電気水になって自分が苦しむよね。あ、土？木とか？なんか木の下にいるといいっていう。雷が鳴った時は木の下が安全。あ、逆だ。木の下危ないんだ。電柱の下だ。電柱の下にいると安全みたいな。じゃあ電柱になればいいんだ電柱になってしたらみゆが勝てるでしょ。じゃあ電柱になる修行もしなきゃいけない、オールマイティになるためには。でじゃあ水が来た時は石が必要か、石かコンクリートが必要。コンクリートになる、コンクリートでなんかせき止められれば。コンクリートも火と一緒にコンクリートも吹けるようになったらさ強くない。コンクリートハーって口から吹いてブラッて固めれば水が来ても強い、最強なんですよ全て。あ、じゃあ口から炎で手からコンクリート、目から光、ドン。え、疲れてる？疲れてないよ、結構真剣な話なんですけど。でもそうなると水がどっから、あ、水はなんかどうしよう、どっから出そう水鼻鼻やだな、鼻水ってことだもんな、鼻はやだな。水はじゃあオーラとして出すわ。ここからオーラから水ピュー放つ、したらもう完璧。何に対しても勝てます。常にびちょびちょ、まあオーラ出ちゃってるからな。何と戦ってるの、すべての世の中のすべてのもの。何を倒してんの世の中倒したいの、ゆういち倒したいならお菓子あげるといいです。
すぐ倒れてくる。疲れてないですよ。結構真剣な話だったんだけど。反抗期？オラ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 。イエイイエイイエイ。ん？こうだから。イエイ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 。合ってるのかな？お菓子は仲良くなるためのね、一番あれですからね、一番いいし。悪い大人、悪い大人、悪い大人。覚えたの？覚えてない。ここしか分かんない。あと悪い大人しか分かんない。あとなんかピヨ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 みたいな、ハンコ大きいのとか、かわいい。あそこ、あそこかわいいよね、踊り。難しそうだもんな、全力ハンコ大きい。すごく、ちょっとまだ絶対に自分じゃできない。ありがとうな、ありがとうな。映画見に行きたかったんだけど行けなかった。マジで行きたかった。でも今も見たい映画あるのに行けないからさ、悲しい。映画見に行きたい映画あるんですけど行けてないです。来年のこの舞台早く出てられ。そうなの、絶対見るべきだよね。絶対に見なきゃいけない。ご飯で熟睡してもうこのまま倒れてそこ行って終わったら。全然机でも寝れる人だし、なんなら机なくてもこの状態、椅子に座った状態で私このまま寝れるんですよ。結構よくこの状態で寝てる。結構いい睡眠つける。これでも結構よだれ出る確率、高確率で高いので気をつけてください。アイドルが言うべき発言じゃない。マジ気をつけた方がいい。あのね、この角度結構やばい。こう口が下向いてるってよくないので、あの気をつけてね。みんなちゃんと寝るときはベッドで寝るのが一番いいですよ。そう、高校の時とかたまにさ、本当に眠い時ってあるじゃないですか。そういう時って大体自分のね起きるんですよね。わかるよ。体拭きながら寝落ち、相当疲れてる。もうそれはもうお風呂なんて入ってる場合じゃないよ。それはもう寝た方が良かったよ。絶対に疲れすぎだよ、風邪ひいちゃう。椅子かソファーでしか寝てない。ちゃんと寝て。みんなミユのこと言えないよ、そんな。みんな寝て。ミユも言えないけどさ、でも私はちゃんとベッドで寝てますから。ベッドで寝てるんで、ベッドで寝落ちしてるんで、寝落ちするのベッドなんで大丈夫。まだ大丈夫、みんなより大丈夫。ほんと絶対ベッドは大事だよ。寝転がってるから寝落ちする準備まだ。寝落ちはでもさ、いい寝落ちってあるよね。なんかすっごい気持ちいい寝落ち。
でも寝落ちって意外となんかそのメイクとか落としててちゃんとしてたらね寝落ちっていいんですけどね。それって寝落ちってより普通に睡眠なのか。うわ布団が恋しくなってきた。もう配信終わったらすぐ布団に入っちゃうからね。もう絶対寝ちゃうな。一回布団行きたい、一回布団行きたい気分です今。今一回布団行きたいけど今一回布団にいたら多分そのままこうなっちゃうので行かない方がいい。もうそのまままっすぐお風呂場に行かなきゃいけないんですけど、布団が恋しい。布団がミユを呼んでいる。布団がミユのこと呼んでるよ。どうしようかな。呼ばれてるよ。呼ばれてますね。早く来て、寂しい、早く来てって言われてる。あ、ウルちゃんありがとうありがとう。早く来てみゆちゃん、もう寂しいよって言われてる。オフトゥーン声がサガサになりそう。オフトゥーンめっちゃおもろい。呼ばれてる。今度いつか一日休みができたら私はきっと一歩も外から出ない。一歩も外から出なかった日いつあったっけって感じで最近。でも私そういう日が続くと本当にダメなんです。精神的におかしくなっちゃうんです。一歩も出ない日が続いちゃうともうなんかすごいなんかもう落ち込んじゃうから。私は結構外に出なきゃいけないタイプだから今ぐらいなんです。ありがたい。シャワー君とヨベネちゃんもみーちゃん早くって呼んでる。呼んでない。シャワー君とヨベネちゃんは呼んでない。来んな来んなって言ってる。シャワー君とヨベネちゃん今年のお正月そう4日間か5日間ぐらいね お家にずっと引きこもってました。買いだめするんですよ。お正月絶対に出ないと思う。だって行くとこないんですよもうお正月なんて。もちろんね神社にお参りとか考えたんですよ。考えたんですけどさすがに人が多い。もう東京の人の多さなんて考えられないでしょ。諦めてこうなったらもうもはや一歩も外から出ない方がもう幸せだと思ってめちゃくちゃ買い込んでご飯一歩も外に出なかったね5日間ぐらい。うん、今年はねいっぱいね年末年始からたくさんフェスとか公演とかがあるのではい、今年は外出ますよ。今年は外出ます一応ね。成人式もあるのでちょっと外に出ようと思います。そっかもう来年なのか。一応来年でもまあもうすぐ今年よ。おでこの形が美しいです。ありがとうございますなんでなんで。活動がないと活動がなかったらさ出ないよ、ね、活動がなかったら出ないでしょ。だってね行きたいところはあるけどさ一人は寂しいじゃんね。でも行く相手もいないしさね。だったら家にいた方がいいよね。家が好きなんです私は。もう家が大好き。もう家あったかい、あったかいしもう自由だよ。だって布団もあるし何でもあるんだから家。家が一番よ、うん、家が一番いい。好きなことできるしね。好きな時間に寝れて好きな時間に動画見れて好きな時間にご飯食べられてあったかくて風が吹いてないから風の心配もない。家が一番ですよ皆さん。家にいましょう。シェアハウスはすごく寒いですよ。うん寒いけどお布団があればねあったかいので。でも誘われたら行くんですけどね。誘われる相手もいない。
北海道の横石、横石しいあのご飯が出てくるありがたさってね、すごいよね。すごいいっぱい誘ってくれてるみんな、ありがとう。でも私は家が好きだからごめん断るんかい結局ごめん、みんな誘ってくれて嬉しいし、行きたい気持ちは山々なんだけど、家が好き、やっぱり家が好きです私は。ごめんなさいはい、誘われなくなるよ誘ってくださいだってみんなも家の方が好きでしょ、きっと。悲しいけど、家か劇場がいいです。それはそう あと2分になっちゃいました。ライブランキング見ます。ありがとう、1時間夜遅いのに見てくれて。いきます。15位りょうぽんさん、ありがとうございます。14位ようささん、ありがとうございます。13位けいけいさん、ありがとうございます。12位としちゃん、ありがとうございます。11位ブルーさん、ありがとうございます。10位よいちさん、ありがとうございます。9位クリーピーさん、ありがとうございます。8位みずみんのともきさん、ありがとうございます。7位うるちゃん、ありがとうございます。6位やまぴょんさん、ありがとうございます。5位クソジジイ、ありがとうございます。4位黒猫たんろさん、ありがとうございます。3位食パンさん、ありがとうございます。2位竹ストックさん、ありがとうございます。1位はマッサンタワー2本もありがとうございました。クリスマスツリーとタワーありがとう、声もありがとう。ということで皆さん今日も一日お疲れ様でした。ネモステレビと、もし録画していたら見てほしいのと、あとは今日は公演もあったので、ぜひ公演もアーカイブ配信始まったら見てください。ということで明日も一日一緒に頑張りましょう。今日も一日お疲れ様でした。せーの、では皆さんおやすみずみん、バイバイ。お布団に待ってて、待ってたって聞いて入ってくるね。えバイバーイバイバーイ、おやすみずみん、またね、切ります。バイバーイ。